皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。今回のレッスンはフェースのローテーションをしなくても、スライスにはならないかといった質問ですね、いただいていますので、こちら動画のレッスンで回答させていただきます。そうですね、実際回答としてはフェースのローテーションをしないとスライスが出るというのはですね、ちょっと間違っていますので、このあたり解説をしていきます。フェースのローテーションをしないといけないって思うと、まあ結局ここで手をさばこうとする動きっていうのが入ってきます。これはですね、再現性が低いスイングになってしまいます。一発ですね、開いて閉じたっていう形でタイミングが合えばヘッドスピードも上がってきますし、実際に当たればまっすぐ飛んでいきます。ただですね、1点にしかこうまっすぐの場所がなければボールを捉えるのが非常に難しくなってきます。ここからこう開いて閉じるっていった時にですね、この部分ぐらいしかまっすぐになっている部分がないので、どうしてもまっすぐ行くのが確率が下がります。イメージはやっぱりまっすぐの時間が長く取れるようにスイングを作っていくのが理想のスイングです。それではですね、どういった理由でスライスにはならないか、どういうイメージで打っていくのかっていうのをちょっとお伝えしていきます。はい、それではレッスンに入っていきます。フェースのローテーションをしないでスライスしないといった形ですね、ちょっと説明をしていきたいんですけども、まあ、正面アングルからちょっと見ていきます。アイアンで説明していきます。この形から通常アドレスから今ハンドファーストを軽く作っている状態で構えているんですけども、ここからバックスイングを作っていく、そのままダウンスイング、ちょっと手首の角度と向きを見ていてください。こうダウンスイングが入ってきた時に、今手の形というのはほとんどこう同じ位置、トップのポジションからほとんど変わらないような動きで入ってきています。ここから腰を回し続けていく、これインパクトの形です。ここまでですね、フェース面のローテーションを使っていません。ここからフェースローテーションを使うってことはですね、こういう形になります。実際このフォローのポジションではこういう形にはなっていくんですけども、インパクトのところというのはフェースローテーションは入っていない。そこから体が回っていくことでこちらに腕が来るといった形になっているんですけども、ちょっと別アングルで見ていきます。ここからインパクトでターンといった形になっていきます。これは、スライスしてしまう方というのはですね、どうなっているかというのをちょっと説明していきます。ここからコックが入ってダウンスイング、インパクトにかけて手元が浮いてくる、体が浮いてくる、体が開いていく、これっていうのはですね、フェースローテーションしないとスライスしそうだなっていう感じしてくると思います。こうなってくる人はどうしてもですね、右手を使って伸ばしてフェースをまっすぐに合わせようとする動きを使ってしまうんですけども、とにかくスライス、このフェースローテーションなくインパクトを作る上で大事なのは前傾角をキープすること、そして体の開きを抑えるということ。体の前でですね、体の前で正面でボールをインパクトを取るということに意識を持っていくことで、この方向性というのはですね、安定してきます。ここから正面で捉える、こうすれば手の動き全く必要なく入ってきています。ピッチング9番あたりで練習していくと非常にイメージがつきやすいので、ぜひ練習してみてください。こちらからもちょっと一度やってみます。こういう形ですね。ここからこの手首の角度がこのポジションからずっとキープしている状態で、ボールに向いてくるイメージで、この角度がキープしていれば手元のラインは下がってくるんだけど、ヘッドの位置は上にいる状態が作られます。なのでこのままのイメージで回転を続ければ、低い位置で手元を動かしていければ、綺麗にボールを捉えることができる。手元が浮いた瞬間、スライスが出てしまうので、ちょっと手元を低く出していく、低く捉えていくというイメージを持って練習をしてみてください。こうすればですね、実際にフェースローテーションをしなくてもボールが捕まってくるスイングが作れてきます。はい、ということでですね、そのイメージで一度スイングしてみたいと思いますのでご覧ください。はい、このようにですね、体を残して体の開きを抑えて練習をしてみてください。スライスは治ってきます。それでは本日も以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。